岩谷良平からのご訴え、ご挨拶、岩谷候補、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。維新の会衆議院候補の岩谷良平です。本日は本当にお集まりいただきまして、ありがとうございます。吉村さんと松井さんは揃って応援に来てくれるということで、間もなく到着しますけども、ちょっとだけ前座で喋らせてもらいます。いよいよ今日選挙スタートしました。まあこの東大阪、本当に自民党さんが強いところです。皆さんご存知の通り、塩川正十郎先生、塩じいさん、塩川先生が作り上げた強固な地盤の選挙区、これがこの東大阪です。ここで私、岩谷良平、立候補させていただき、そしてこの1年半にわたって徹底的ないわゆるどぶ板活動、これをやらせていただきました。なぜ国に行かなければならないのか、それは今国が極めて深刻な危機的な状況にあるからなんです。私、岩谷良平は今41歳、家族は妻とそして1歳半になる子供がいます。まあ、ちょうど活動を始めた時に初めての子供が生まれましてね、もうこの1年半ほとんど会うこともなかなかできず、もう家族に任せっぱなしにしてましたけども、ちゃんと育ってます。そしてこの5年間は民間で会社経営やってました。この会社経営を通してしっかりと経営感覚、そういったものを身につけてまいりました。そしてもっと先、話を元に戻せば、30歳の時にちょうど2010年大阪維新の会が結成されたんです。そしてその時、当時の維新の会は地方議員が集まっただけの弱小政党、吹けば飛ぶような政党でした。候補者が足りないから公募したんですね。それに応募したのが私、岩谷。そして同じくその時公募に応募したのが、今知事をしている今から来る吉村さんなんです。そして当時私は30歳、吉村さんは35歳で、僕は府議会議員、吉村さんは市会議員になりました。ですから同期ということで、また年も近くて同じ法律畑ということで、大変気も合いまして、一緒に大阪維新の会の戦略チームというところで、吉村さんがリーダーで僕がメンバーで一緒に活動してきました。まあ、当時の10年前の大阪、皆さん覚えていらっしゃいますか。破産会社と言われてました。毎年毎年とんでもない額の赤字。それから橋下徹さんの前の知事が作ったとんでもない額の借金、これで大阪は破産会社と言われていたんですね。そして財政非常事態宣言が出され、犯罪率はワースト1、失業率も高止まり、子どもたちの学力は下がり続け、企業は本社を大阪からどんどん移していきました。もう大阪は終わったと言われていたんです。そこで政治家になった私、岩谷良平や吉村博文、最初にやったことは自らの身を切る改革です。議員の給料、自分たちの給料ばっさり3割カットやりました。それから当時109名いた大阪の府議会議員、たった一晩で一気に2割定数削減、88人までばっさり減らしました。そしてしがらみを断ち切るために、業界団体や企業からの献金、この受け取りを自ら申請しました。こういう政治改革をやったから次に行財政改革ができたんです。いろんな政治家が偉そうに改革改革と言いますけども、自らの政治改革もできないような、そんな政治家に行政改革や財政改革なんかできるはずがないんです。その考え方のもと、我々はまず政治改革をやりました。そして次は行財政改革、いわゆる補助金、これをバッサリとカットしていきました。もちろん猛批判をいただきました。いろんな団体からボロボロに言われましたけども、しかしなんとか大阪を立て直さなきゃいけないということで、批判を受けながらも補助金のカットをやっていきました。それから外郭団体、皆さんの税金で作って民間の仕事を奪って
挙句の果てには役所の皆さんの天下り先になって、そんな外郭団体がこの大阪にも無数にあったんです。これもばったりと猛抵抗を受けながら葛藤して4分の1まで減らしました。それから民間にできることは民間に、地下鉄民営化もやりました。皆さん、地下鉄、大阪の交通局、毎年巨額の赤字、そして税金で穴埋めをしてました。それが民営化したらどうなりましたか。トイレはピカピカにきれいになりました。売店がローソンに変わって品数が3倍に増えました。そして税金で穴埋めしていたものが今逆に大阪に税金を納めてくれてるんですね。これが維新がやってきた改革なんです。あとは大阪城公園なんかも民間委託をやりました。あの大阪城公園も閑古鳥鳴いてましたけども、民間委託してみたら今どん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 新しい施設で変わっていきました。そして 今コロナでちょっと落ちてますけども、またこれ観光復活すれば大阪で一番の庭施設になってます。天王寺公園も民間委託したら天芝ができて今家族の憩いの場になってます。こういった我々は改革を大阪でやってきて、あの破産会社と言われた大阪、とんでもない額の赤字は黒字に変わりました。そして借金コツコツ返して、もうすぐあの前の知事が作ったあの借金の穴埋めがもうすぐ終わります。で、逆に貯金を積み上げてきたんです。この貯金があったから今回大阪独自のコロナ対策もできたんですね。こうして大阪財政再建をやりながら同時に、ありがとうございます、格差是正や成長戦略もやってきたんです。大阪の子どもたち、ご家庭の経済力で公立高校しか選べない、そんな子どもがたくさんいました。これがまさに格差なんです。家の経済力で子どもたちの学力が決まってしまう、これが最大の格差です。そう考えて我々維新の会、この大阪の私立高校の授業料、日本で初めて無償化をやりました。これ増税でやったんじゃないです。改革でお金を生み出して無償化もやったんです。それから成長戦略もどんどんやっていきました。東大阪に関係することで言いましたら、モノレール、皆さんご存知だと思いますけども、モノレールが東大阪まで伸びてくることが決まりました。このモノレールの延伸、太田知事の時には財政難で凍結されてたんですよ。それを今言ったような改革をやってお金を生み出して、松井知事と我々維新の会でモノレールの東大阪への延伸、これも決めさせていただきました。これが成長戦略です。そして大阪全体でいうと、40年間財政難で計画倒れになっていた新しい地下鉄なにわ筋線、これも決まりました。それから大阪の阪神高速、輪っかになってないと渋滞が解消しないのに途中で途切れてたんですね。これも40年以上放置されてきたんです、財政なんで。この阪神高速を丸につなげる、これも決めさせていただきました。それから2025年大阪万博です。この万博は2013年に私が最初に言い出しました。東京で2回目のオリンピックが決まった時です。東京一極集中を打破しようとして頑張ってるのに、また2回目のオリンピックを東京でやる、それ嬉しいですけども、やっぱりちょっと寂しかったんですね。東京で2回目のオリンピックやっていいんやったら、この大阪やったら万博だって2回やっていいじゃないか、その時ひらめいたんです。まあ最初言いましたらみんなに笑われましてね、そんなことできるわけないやろと、今そんな大阪できる状況じゃないだろうとみんなに言われましたけども、まあ僕はしつこいですから、ずーっと言い続けて、あちこちで2年ぐらい、1年半ぐらいずっと万博やりましょう、万博やりましょうって言ってたらですね、維新の仲間がだん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 とこの話に乗ってくれて、最後は松井さん、橋本さんがこの話を決めてくれて、そして大阪に万博誘致できるようになりました。これも改革やってきたから、万博誘致できるだけの余裕がこの大阪にできたんです。じゃあ一方で皆さん、この10年で大阪は赤字を黒字化して万博を開催できるまで再生果たしてきましたけども、国の方はどうでしょうか。皆さん、この10年あるいは30年、国の方は自民党さんが政治になってきましたけども、この30年、失われた30年と呼ばれてます。なぜか、
世界の経済がこの30年どん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 成長してるんです。アメリカやイギリスやドイツやフランス、あるいは中国やインドやブラジル、ああいった国だってこの30年どん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 経済成長して、世界各国の国民は所得が上がってどんどん豊かになってます。ところが G7 と言われる国でこの日本だけです。30年間にわたって経済成長に失敗しました。日本だけですよ。国全体が経済成長しないからどうなったか。国民の収入、年収もこの20年間上がってないんです。そして皆さんの年収が上がってないのに、自民党さんの政権、民主党さんの政権、国会議員たちは何をしたか。改革を先送りして、お金が足りなくなったからといって、税金を上げてきました。社会保険料も上げてきました。皆さんの年収が上がってない中で、税金や社会保険料を上げられた結果、当然ですけども、ご家庭のいわゆる可処分所得、自由に使えるお金、これも20年間どん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 下がっていったんです。1割減ってしまいました。アベノミクスで大企業の株価上がりました。資産を持っている人はどんどん資産を増やして大金持ちになっていきました。ところが国民全体が年々20年間貧しくなっているんです。それがこの日本であり、いわゆる格差と言われている問題なんです。この日本成長させようと思えば、例えば規制緩和といった改革をやらなきゃいけません。皆さん、規制緩和という言葉、この10年何度も聞いたと思います。安倍元総理大臣もおっしゃってました。菅前総理大臣も規制改革をやるんだ。日本の経済成長の柱は規制緩和だとおっしゃってました。ところが皆さん、規制緩和なんかこの10年進みましたか。規制緩和、待てど暮らせどこの10年規制緩和は行われませんでした。挙句の果てに、新しい岸田新総理、改革という看板や規制緩和という看板すらもう下ろしてしまったんですね。じゃあこの10年我々が信じてた規制緩和や日本の経済成長、10年間騙されてたということになります。なぜ自民党さんに規制緩和ができなかったか、答えは簡単なんです。規制緩和をやろうと思えば、いわゆる既得権を持っている業界団体や企業、そこと戦っていかなきゃいけないんです。ところがこの既得権を持っている業界団体や企業、その支援を受けている国会議員は誰ですか。自民党の国会議員の皆さんですよ。だから規制緩和なんかできるはずがないんです。規制緩和が進まないから経済が成長しないし、皆さんの暮らしがどんどん貧しくなっているんです。それが今までのこの10年から30年の自民党さんや民主党さんの国会での仕事でした。我々維新の会はこの規制緩和による成長戦略をやります。なぜできるか。先ほど申し上げた通り、業界団体とか企業、献金お金受け取ってません。お金をもらってて既得権を奪うことなんかできないんです。まあ、だから僕ら維新の会には組織力もなければ資金力もありません。この1年半の活動も全部ポケットマネーでやってきました。だけどしがらみを断ち切らないと改革なんかできないんです。だからこれでいいんです。今の日本という国は、まあ例えて言うならば、人間で言うならば癌に侵された状況です。日本という国が癌に侵されてこの30年どん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 弱っていってます。そしていよいよ手術をしなきゃ手遅れになる、そんな状況まで日本来てるんです。経済だけじゃないんですよ皆さん。借金1200兆円ですよ今日本の借金、過去最悪。そして世界ダントツの借金大国です、この日本。結局皆さんが増税という形でこの負担を負わされます。それから皆さんの年金、皆さんが頼りにしている年金、改革を先送りしてきたから、この年金も今のまま維持しようと思えば消費税をあと 5% とか 10% 上げないと維持できません。あるいは皆さんへの年金の支払いを3割ぐらいカットしないと維持できないと言われています。今日本は
がんに侵されて、まさに手遅れになろうとしている状況です。今松井代表が来ました。もうちょっとで変わらせてもらいます。皆さん、日本という国ががんに侵されて弱ってきて、もう手遅れになろうとしている。ところが今まで自民党さんがやってきたことは何か。痛み止めを出してごまかしてきました。なぜか、大改革、手術をすれば痛みを伴うからです。しかし皆さん、その痛みというのは既得権を持っている人たちの痛みなんです。我々維新の会と私渡辺良平は、日本という国ががんに侵されて弱ってるなら、大手術、すなわち大改革をやって、がんをきれいに取り除いて、もう一度この日本を元気な体に作り変えて、そして次の世代にバトンを渡したいと考えてます。そろそろ変わりますけども、今回の衆議院選挙、31日投票日です。本当にこの東大阪が接戦になってます。なんとか勝たせていただきたいんです。皆さんに助けていただいて、なんとか国会に私岩田に送っていただきましたならば、大阪でここにいる松井代表や吉村副代表と一緒にやってきた徹底的な改革、これを次は国でやってきます。そして大阪でやった改革を国に持ち込んで、もう一度この日本、経済成長できる日本に、もう一度この日本を、皆さんの所得が上がって豊かになっていく日本に、そしてもう一度この日本を、子どもたちにツケを回すんじゃなくて、子どもたちが夢や希望を持てる日本に作り変えて、そして次の世代にバトンを渡したいと思ってます。どうかそのために皆さん、今回の衆議院選挙、この東大阪で私岩谷良平に、皆さんのお力を何とかお貸しください。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございます。岩谷良平の熱い熱いお伝え、よろしくお願いします。それでは日本維新の会代表松井一郎より、岩谷良平にご伝え必ず立てますようにご伝えいただきますように、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、維新の会代表の松井です。皆さん、ちょっと雨も降ってますんでね、傘を持たれてる方も傘させていただいて、でまあ、政治の話なんていうのはあまり面白くもありませんから、短めにやらせていただきます。もうすぐ吉村君さんも来ますんでね、で皆さんね、今回、まあ、いよいよ今日から総選挙がスタートいたしました。でもう先週あたりから、まあ、各党首討論会というのがありまして、で僕もそこへ出席をしていました、まあ、どの政党も言ってること、耳障りのいいこと、これはもう同じです。分配します。分配を否定する人は多分いないでしょう。成長させます。成長を否定する人も多分いないんです。でもね、僕はその党首討論に出ててね、岸田総理に言ったんです。じゃあどうやって分配する財源を作るんですか。そしてもう一つ、どうやって30年成長してこなかった日本を成長軌道に乗せるんですか。具体的に今総理なんですから答えてもらいたい、そういうことを質問させていただきました。岸田総理っていうのは非常にね、まあいい人だと思います。物腰も柔らかいし、本当にね優しそうだし、まあ我々のようにね、まあもうガンガンね攻め立てるようなタイプじゃありません。非常にいい人だと思うけども、返ってくる答えが本当抽象的なんです。よくわからない。成長をさせるために、まあさまざまな会議体を作って、新しい資本主義会議を開催をして、そこで大勢の皆さんのご意見を聞きながら日本を成長させます。だから意見を聞いてどうやって成長するのかよくわからない。じゃあ財源については、成長の財源を回していきます。だから財源を作るのには皆さん2つしか方法はありません。一つは税収を上げること、そしてもう一つは今まで使ってきた税金の使い方、内向きの使い方、それを見直すこと、
すなわち行財政改革というやつです。この2つしか日本には分配する財源を確保する手段はないんです。アラブの国ならば、今ガソリンがすごい上がってますけども、アラブの国のようにどん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 資源のある国ならガソリンを売ったお金でやりくりができるんでしょう。日本はそのような資源のない国なんです。だからこれから人口減少、超高齢化社会に突入する中で、超高齢化社会ということは医療費、社会保障費、これが増えていくということなんです。その方々に安心して生活してもらうためには限りある財源の確保しなければなりません。どん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 一般、どん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 税収が上がる、これもどうも考えにくい。なんと言っても人口が減りますから、税金を納めていただく日本国民が減るわけです。じゃあどうするのか。まずはやはり今までの役所でのお金の使い方を見直す、当たり前のことなんですよ。で、我々と違うのは、自民党から共産党まで、あの永田町霞ヶ関の人たちと、我々と違うのは、我々はこの大阪で10年間やってきた、実行してきた、その経験があります。昔の大阪府思い出してください。橋本さんが知事になる前、ひどかった。もうずっと借金だらけ、11年連続の赤字、それで借金は積み上がって5200億の穴も開けていた。で、その時代から今10年が経過をして、10年連続黒字の大阪府政です。借金も5200億、これを橋本、松井、吉村、毎年200億から300億のお金を返し続けております。それでも大阪では子育て世帯に対してサービスの拡充を実行することができました。なぜそんなことができたのか。徹底的な役所改革をまず実施したから。さまざまな税金の使い方を見直して、そこで財源を確保してきた。それから役所で公でやってた仕事、民間でできることはどんどん民間にやっていただいた。民間にやっていただけるということは、そこで儲けていただいたら、またこれは法人税という形で税収を伸ばすことができるわけです。この改革をね、ぜひ全国でやれば、皆さん、この日本、持続可能な国に作り変えることができる。我々はそう思っております。思っているというより、大阪でできたんだから、全国でできるんだろうと、できるはずだと、こういうふうに考えているんです。我々がまさに大阪府政、大阪市政、まあその現場でやってきたことを、あの霞ヶ関、永田町、その人たちの意識を変えるために、我々と共にこの10年間大阪で戦ってきた岩谷さんを、ぜひね、永田町に送り出してもらいたい。岩谷良平、ね、吉村さん、今来ましたけども、吉村さんと岩谷さんは2011年、初当選、同期なんですよ。同期。で、今吉村さんが圧倒的にね、大阪のリーダーとして頑張ってくれてる。でも同期でね、入ってきた時、まあ岩谷さんもね、とんがってたし、で、どちらかというとね、目立つタイプでした。吉村さんよりもガンガンやっていたタイプなんです。で、ちょっとね、家庭の事情、自分とこの家業の事情で一旦政治を離れましたけども、今回その家庭の家業の事情も落ち着いたことですから、ぜひ2011年吉村さん、同期で一緒にやってきたその吉村さんが今本当に一生懸命やってる、その思い、精神を永田町に持ち込んでいく、そのためにこの13区で立候補を決意をいたしました。皆さん、ちょっともう変えていきましょうよ。国の政治もこのままじゃ持続可能な国作ることができません。人口減るんです。超高齢化社会なんです。今の日本に必要なのは、昭和から脈々と続くこの構造、
ね、この構造を変えること、そして経済の成長させるために昭和から脈々と続く規制、これらを一度根元から見直すことが必要です。ぜひね、皆さんの力を持ってこの13区から岩谷さんをどうか永田町に国会に送り出してやってもらいたい、ぜひお願いをしたいと思います。皆さん、いよいよね、もう明日から期日前投票というのが始まるんです。で、今雨降ってるように、まあこの秋の天気というのはどうなるか分かりません。あと選挙は来週の日曜日まで時間ありますけども、今回の選挙は非常に低投票率と言われてます。まあまずはやはり争点があまりね、見当たらないところ、みんな同じようなこと言ってる。それからもう一つ、このコロナにおいてなかなか、ね、やっぱり投票に行くっていうと、ね、人がいっぱいいるから危ないんじゃないのっていうこともある。だから低投票率ならやっぱり既得権のある人、一部の人たちの組織、そっちの方がやっぱり強いわけです。我々は組織がありませんから、今日ここで聞いていただいている本当に一般の納税者の皆さん、府民の皆さんが頼り、なかなか、天候もわからないところがありますんで、ぜひもう明日から期日前投票できるんで、友人知人お誘い合わせの上、ぜひそういう既得権を打破するためにも岩谷良平に皆さんの力を貸し合ってください。よろしくお願いをいたします。では吉村さんに代わります。皆さんこんにちは。日本維新の会副代表、大阪府知事の吉村です。いや、本当に多くの皆さんありがとうございます。こうやって雨降る中ね、もう寒くもなってきているのに、こうやって足を止めていただいて、またお集まりもいただいたことに感謝です。で、こんだけ維新の会がこの大阪の政治前へ進めてやってこれるのも本当に皆さんのおかげです。特定の業界団体に支援されてませんから、普通はこういう政党はなかなか続かないんですが、でも大阪の成長のために、大阪の利益のために頑張れよ、皆さんに声をかけていただいたのは本当にありがたいし、それが力になってます。今回は岩谷さんの応援に来ましてね、で、僕はこうやって応援に来ましたって言うと大体こう言われるんです。お前も頑張れよって言われるんですけど、まあ、僕も頑張りますんで、これは一生懸命当然当たり前のようにやっていきますけども、ぜひ今回12日間の選挙戦です。12日間で終わります。これは決まるんですが、ぜひ僕は岩谷さんに国会に行ってもらって大暴れをしてもらいたいと思います。今松井代表からも話ありましたが、岩谷さんは僕と同期なんです。2011年にお政治家になった時、同期で、まあ、選挙区も近くでいろんな改革を一緒にやってきたのが岩谷さん。岩谷さんはね、やっぱり国会に行ってもらいたい、で、国を変えてもらいたい。国を変えるっていうとちょっと大きな話になっちゃうけど、今おかしいやんかっていうところにドカーンと入ってボカーンと爆発してもらいたいんです。というのも、我々大阪でやってきたこと、そんなに難しいことをやってきたわけじゃありません。皆さんの後押しがやってきたこと、借金は減らしていく、増税はしない、改革で財源を生み出そう、民間の皆さんがどんどん成長できるような土台を作っていこう、次世代に投資をしていこう、元気な大阪を作っていこうじゃないか、まあ、シンプルなことを心がけてやってきました。口だけじゃなくて実行する政治をやっていこう、そういうことをやってきたんです。これは橋本さん、松井さんからこう始まって、そして何もないところからのスタートでした。当時大阪も大赤字だったんです。大阪府も大阪市も大赤字、今の国と同じような状態です。どういう状態だったか、大阪府でいうと、まあ僕も父になっても腹立ちってしゃあないですね。大阪府10年前ずっと赤字だったんです。橋本さんになってから松井さん、今の僕の時代ずっと黒字ですが、それまで前はずっと10年間大赤字。大赤字だけじゃありません。借金を返すための貯金、大穴が開いてたんです。5600億円、借金を返すための貯金に大穴が開いて、それを今も埋め戻してるんです。腹立ってしょうがないです。これがなかったらいろんなことできるのに、今なんとか埋め戻してる。なんで埋め戻してるか、それは次の世代にツケを回さないためです。知らんぷりしないためです。
なんとかあと 2,3 年でこの穴も植え終わります。5200億円大きな穴ですよ。もう誰が挙げたとは言いませんけどね、当時の知事さん、名前は言いません。太田さん、むちゃくちゃですよ。なんとか今これ元に戻してきてますが、国はどうなんですか。国の借金もどんどん増えてます。これ国民の借金じゃなくて国の借金だからいいじゃないかという人もいるんですが、最後は誰かが負担しなきゃいけないんです。大阪市の借金多かったですね、5兆円。平松さんの時はこのまま行けば大阪市は破綻するって言われたんですよ。そんな時代だったんです。新たなところにチャレンジもできません。何にお金使ってたのということなんです。今京都市も非常に厳しくなってますね。ほったらかしにしたらこうなっちゃうんです。大阪市も大変だった、5兆円の借金。今は橋本さん、僕、松井さんの時代で5兆円あった借金も今は3兆6000億円、1兆4000億円減らしてきたんです。改革で財源を生み出して借金を減らす、これを徹底的にやってきました。見えにくいかもしれませんが大切なことです。なんでか、借金増やしてその後誰が負担するんですか。負担するのは次の世代、子供たちの世代が負担することになるんです。こんなのおかしいやんか、子供たちに借金背負わす政治やってどうすんの、次の世代に付けを待つ政治やってどうすんの。だから徹底的に借金減らしてきました。子供たちが背負うのはランドセル、教科書なんです。借金を大人が背負わせてどうすんの、そういうのでずっと減らしてきました。でも改革で財源を生み出して住民サービスは借金も減らしながら増やしてきたんです。特定の業界や団体、おいしい思いをしてた人たち、天下り、そういうのはなくしてきました。だから徹底的に僕らは嫌われてますけれども、そういう人たちからは。でも逆にその改革をやることで一票を持ってない次の世代、子供たち孫たちにどんどん投資をしていったんです。新しいチャレンジができる大阪の街にしていったんです。そうするとやっぱり大阪ってもともと力ありますから元気出てきますね。今このコロナ禍抑えなきゃいけませんが、まあ元気出てきますよ、子供たち孫たち。例えば教育費高いんです、お金かかります。なかなかだから子供の数も少なくなってきてる。子供の方の教育費次世代に投資するなんていうのはほとんどなかったんです。それまで昔業界団体政治家に近い人ばっかりに補助金で流れてました。でも大阪で初めて私立高校私学の無償化っていうのをやったんです。だから今の大阪の子供たちは家計が厳しくても、ああこの私立高校に行きたい、このスポーツやりたい、行けるようになるんです。ぜひね、そういった子どもたちの教育、ここの私学の無償化っていうのをやった、それだけじゃなくて僕が市長になった時に幼児教育の無償化っていうのもやりました。最初にやったのは5歳児の幼児教育の無償化っていうのをやったんです。今国が抑えて後追いでやってきてますが、まあ徹底的にやってます。知事になりました。今大阪市立大学、大阪府立大学別々に持ってたんですが、それを一つにして強烈な大学が出来上がりました。すごいですよ。これは医学部も獣医学部も一緒にあるような大学、大学の規模だけ見ても阪大や東大に次ぐ世界日本です。3つ目、公立大学で一番大きなこの大学が大阪にできてます。でここの大学に行くのも大阪の子どもたちはもう実質無償で行けるというような仕組みに知事になってからやりました。本当は全部の大学やりたいんですが、ちょっとその前財源はまだ生み出せてません。こんなのも改革で財源を生み出して借金を減らして誰かさんが作ったあの大穴を埋めながらやってるんです。これなんで国でやんないの、なんでか、国会議員がやっぱり振る舞いに使いすぎ、増税をへとも思ってないですよ、借金を増やすことをへとも思ってないですよ、お金吸ったらいいんですよ、そんな発想です。最後誰が負担するんですか。それが証拠に、まあ優遇厚遇ぬるま湯、ひどいですね。やっぱり政治家がまずは自分たちの厚遇問題、ぬるま湯、これは改革しなきゃ。だって知ってますか皆さん、今ね民間ではもうない、あ、まずありえないと思いますが、もう今の時期に冬のボーナスもらってる人たちがいるんです。日割りで国会議員です。その金額なんと200万円、誰が払ってるんですか。皆さんが支払い者なんです、税金。おかしいじゃないですかこんなの。
これがまかり通ってるんです。今コロナ禍で本当にしんどいね。どうしてこうやって景気をどう回復させていこうか、どう感染を抑えながら景気を回復させていこうか、どうやって雇用を増やしていこうかっていう中で、自分たちはフードボーナスもう先払いでもらっちゃってるんですから、こんなの世の中あります？ありません。民間ではありえません。その人たちに改革ができますか？できないです。それだけじゃないですよ。毎月100万円給料が2000万円以上あるのに、毎月100万円お小遣いもらってるんです。文書通信費っていう名のね、お小遣い。領収書不要、領収書のいらない経費なんかありますか？世の中に皆さん民間で仕事しててありません。領収書は不要、税金もかかりません。毎月100万円ポッケにこうやってもう皆さんの知らないところでバーって入れてるんです。毎月100万円、100万円の札束をポッケに入れてます。維新はそりゃおかしいでしょっていうんで、使い道をオープンにしようっていうので今公開してるんです。他の政党にこれをやろうと言ってもどこの政党も下向いてだんまりやりません。何なのこの税金の使い方、やっぱりおかしいですよ。これを変えていかないと。維新の会、国会議員は2割報酬を削減して医療従事者の皆さんであったり被災地であったりに寄付をしてます。他の国会議員やってません。身分にしがみつく人たちばっかり。これでどうやって改革するんですか？どうやって増税せずに改革するんですか？これをね、もう僕ら維新の会でやってきたので、大阪でこの単位でやってきた、これをぜひ全国に広げていかなきゃダメだと思うんです。全国ほとんど自民党が勝ちます。47都道府県ほとんど自民党、まあ自民党の政権にまたなるんでしょう。でもその中でやっぱり改革政党が一つぐらいは必要だと思うんです。大阪でやらせてもらってます。この改革政党が国会に入っていて、これおかしいやんか、これ改革しないとダメでしょ、分配も重要だけど改革して成長させないと、借金ばっかり増やすんですか、増税ばっかりやるんですか、その負担の最後誰が負担するんですか、これから子どもたちはどんどん増えていく、どうやって社会保障を成り立たせるんですか、まともに正面からみんなやらないじゃない、それでポッケに100万円でしょ、もうそれはおかしいです。だからぜひ岩谷さん一緒にやってきたんです、改革これはやってもらいたい。コロナ対策一つとっても本当に腹くくって国にはやってもらいたい。例えば今大阪でどんどんあの病床増やしてます。どんな波が来るか分かんないから、今度インテックスっていうあの国際展示場にものすごい広いところに1000床単位の野戦病院を作ろうっていうんで今やってるんです。まだ途中です。まだできてるわけじゃありません。よく言われるんです、医療従事者の確保どうするんですか、ご飯どうするんですか、お風呂どうするんですか、できない理由はどん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 みんな言ってきますが、でもできない理由を考えるんじゃなくてできる理由を考えよう、そう言って今なんとかやってます。一地方の知事がこれやってるんです。国にはもっと財源もあって力もあるんだったら、国立のこのぐらいの施設はどんどん作ったらいいじゃないですか。なんでそれやらないんですか。大阪もそうだし東京首都圏も夏かなり厳しい状況になりましたね。なんでやらないんですか。沖縄だってやらない。沖縄も大変ですよ、今後大きな波が来たら知らんぷりじゃないですか。まあ国には話すべきやってもらいたいと思います。で僕自身も一生懸命頑張っていきますが、国の改革これができるのは国会議員しかできないんです。自民党の古い政治では日本は良くなりません。岸田さんになってまたより一層昔の政治に戻りました。もう改革はやらないってもう言い切ってるんですから。分配する財源どうするの、改革をやる政党、これをぜひ送り込んでもらいたいんです。これをやるのが岩谷さん、どっか行っちゃいましたね。これをやるのが岩谷さんなんです。岩谷さん、ぜひ皆さん、今日から選挙戦始まりまして、まあ、12日間という短い期間ですけれども非常に重要な選挙になってきます。でここ大阪でやってる改革、国でもやろうじゃないか、おかしいやんか、改革しろよっていう集団を送り込んでもらいたい。これが岩谷さんのやる役割です。で僕は岩谷さんと一緒にやってきました、これまで。まあ、僕らまだ若いけど大丈夫かって言われますが、でもだからこそできることもあります。古い政治の中で岩谷さんが入っていって、そして国会を変えていく、おかしいやんかっていうのを皆さんにどん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 もうぶつけていく、国会にぶつけていく、それが岩谷さんにやってもらいたいこと、そして持続可能な日本っていうのをぜひ目指してもらいたいと思います。目の前のことだけじゃなくて持続可能な日本っていうのをぜひ目指してもらいたい。これは岩谷さんの役割です。
日本に生まれた子どもたちが、大阪に生まれた子どもたちが、ああ生まれてよかったな、上向いてやっていこう、希望を持ってもやっていけるような、そんな下向かない社会ぜひ作っていきたいと思います。そのためには岩谷さん、改革政党の岩谷さんをぜひ皆さんお支えお願いします。この選挙区非常に厳しい選挙区です。皆さんの一票があれば大きく変わる、そう確信をしています。ぜひ皆さんの力、岩谷さんにお貸しください。皆さんの一票を岩谷さんに託してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。岩谷さんをよろしくお願いします。すいません、もうなんか交差面降って寒くなってきましたんでね、皆さんお体に気をつけてください。ありがとうございます。岩谷さんをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。吉村副代表、ありがとうございます。岩谷亮平、本日、含めて12時間最後の最後まで戦いますので、この東大阪市民の皆さんに必ず勝たせていただいて、必ず恩返しさせていただきますので、岩谷亮平、最後の最後まで、よろしくお願いします。それでは約束のお時間になりましたので、この辺りで、不正離党からの街頭からの、演説会を締め切りさせていただきます。近隣の皆さん、そして通行人の皆さん、ご近隣の皆さんも本当にご協力ありがとうございます。